ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中の部隊の関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだ。俺は何かの爆発だって聞いたぜ。竜巻で爆発したんじゃない。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイではシンラ軍によって捜索が進められています。不明者1名、そっち応答するじゃ。大型のゲル、バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、大きい箱で入り口の準備を急げ。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。今ヘリが飛び立ちます。ご覧の方面で動きを動かせ。
戻るから、こいつ見てて。俺の友達、魔鋼中毒。ちょっと！エアリス！さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファン、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。
俺乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK OK。今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。おお。せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があるところだな。うん、5年前の9月、魔航路の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。ああ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て。ジェノバって死んだビルのあれか。ああ。でも後で話す。
俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんとまあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。しかし何にもない村だな。あんた出て正解。名物料理とかあんのか？名物料理とかあんのか？幼馴染とかいないのか？可愛い女の子とかさ。てか俺が今一番好きな子の話聞く？幼馴染とかいないのか？可愛い女の子とかさ。先輩、俺ミッドガルに出て軍に入ろうと思ってます。何か手伝えるか？いや、魔法見せて、村を助けてセフィロスがいるんだ。写真を撮りたいけどそういう雰囲気じゃないよな。セフィロスに取り継いでくれるのかい？君も撮ってほしいのかい？でも無名だろ。ここじゃフィルムも貴重でね。悪いね。セフィロスに取り継いでくれるのかい？皆さん落ち着いて。登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。私の家にも行ったの？いや。騒ぐと迷惑ですよ。え？私の家にも行ったの？ティファがいると思って。
猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね、あの日もいなくて。私の部屋も？ああ。クラウド、それ本当？そういう冗談、好きじゃないな。うん、笑えない。時代は変わったぜ、クラウド。クラウド、それ本当？後には引けなかった。クラウド最低。ピアノ、いや弾かなかった。ピアノ弾いたの？なんで弾いたのかな。クラウド、何してるの？お前にピアノは似合わねえよ。俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。話したくないんだ。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。やらかしたな、クラウド。話したくないならいいよ。わかった。話したくないならいいよ。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘、クラウドなの？ただいま。お帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。
都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド、母さんはねいつだってあんたの。もうやめよう。方ですね、ご苦労様です。シンラー？シンラー？あらごめんなさい、クラウド君だったのね。気づかなくって。クラウド君なかなかたくましくなったわね。かっこいい、かっけー。ほんと見違えたわ。モンスターやっつけるの？つけるの？ソルジャー？ソルザ？ほんと見違えたわ。モンスターやっつけるの？役場にセフィロスさんを見に行かなきゃ。してたの？なんとなく。グラグラした？体の揺れは心の揺れ。懐かしいな。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ遅いんだ。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか？嫌だ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ？ああ。あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか？クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。シンラ流の戦いぶり、しっかり見せてもらうよ。何か手伝えることがあったら言ってくれ。新しい型を模索していてね。シンラ流の戦いぶりしっかり見せてもらうよ。都会の人たちって素敵ね。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。あらおかえり、セフィロスさんもお戻りだよ。
あら、おかえり。セフィロスさんもお戻りだよ。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。古山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえ。もう一枚。そうだね。あ、もう、じゃあこの時は。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。ニブル山は最初のマコーロが建てられた場所として、その頃は有名だったそうです。マコーロがある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か。そんないいものじゃない。ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ。ティファこそ先に行き過ぎ。
だって急ぐんでしょ。そうだけど無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ。私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。ここ油断したな。すごい。まあな。この辺りのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス、休んでなよ。そうさせてもらおう。ソルジャーさん。ああ、あとは任せろ。そい、燃え上がる。いい感じだ。出番だ。はぜろ。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気、任せる。そんじゃ上で合流な。
ってこい。はぜろ。うん、いい感じだ。神羅の土地を抜けるの。お前がいるからガイドは不要。最初はそう言って断ったが、考え直して正解だったようだ。頼むぞ。よし。天然の魔法ガスだ。この山は今でも魔法が豊富らしい。危険だから吸いすぎる。魔法中毒はごめんだもんな。魔法ガスが
確認しました。ロックを解除します。魔法濃度正常、リフト稼働中です。しちゃうんだ。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。魔航路まで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて？さあ。
るな。はずい、セフィロス。その程度。魔鋼の泉だ。綺麗だな。でも魔鋼エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔鋼は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識。その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ行くぞ。おお、thank you.
リフトをロックしています。空気清浄装置を移動して周囲の魔鋼ガスを除去してください。
正常、リフト稼働中です。撃ち落とすまで剣だけじゃないってとこ見せてやる。仕留める技をうまく使え。セフィロス、よろしく頼んだ。その剣を引き出していくか。やった。おいおい待てよ、
さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ…もう…しっかり守ってね。マコーロ見たかったな。この人全然話してくれないんですけど。マコーロ見たかったな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだ。村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。ああ、すごく嫌な予感がする。ここで見たことは他言無用だ。分かってるよ。天に祈るなら今のうちだ。やったな。
だここは。ジェノバ。ジェノバって。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。北条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。なことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。
セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。マコールの報告もまだだ。一体どうなってる。マコールの報告もまだだ。一体どうなってる。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。マコールの調査はどうだったの。原因は分かった。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。ん？セフィロス？ああ、彼なら少し前に外へ出て行ったな。何やら深刻な様子だな。手伝うことがあれば言ってくれ。ん？セフィロス？ああ、彼なら少し前に外へ出て。死んだ屋敷にこもってるらしい。マコーロから帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔法を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行くぞ。村で一番大きな建物で、マコーロより古くからあるの。シンラカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけどどうする。お屋敷の中真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。倒れてたらどうすんのよ。英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代首都確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、
何かに取り憑かれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。クラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、時俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら村を守れたかもしれない。いや、どうかな。
村長、本当にセフィロスさんが。ああ、セフィロスがやったんだ。きっとまだ近くにいる。そんな、しっかりしろ。お前たちは退路の確保だ。はい。セフィロス、そんな、まさか。
俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。パパ、セフィロスね、セフィロスがやったのね。セフィロス、マコーロ、シンが全部全部大嫌い。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらが。もう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし。やがて、星の支配者となる。信頼していたのに。俺の知っているセミロ
命じゃない。俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのは神羅だ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかく神羅が全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうかいる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん、こうや慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。ちょっと触らせて。大変。でもなんとかできるかも。部屋行こ。今日はこの辺にしとくか。結局セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。で何をしてたのかな。それ私に聞く。何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに。多分私も取られたのかな。何を。私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。
クラウド、起きてる？寝てた？いや、何かあったのか？ううん、でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えようか。こっちこっち。したはずだ。ならばあれは誰だ？まったく油断も隙もないな。聞きたいことがある。どうぞ。5年前、あの日、魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ見て、ほらあの時の傷。魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。私たち幼なじみっていうほど仲良しじゃなかったよね。かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。
揉めたのか。いや、これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。